タカラトミーから発売されているレプリカブライスは、1972年にアメリカのケナープロダクツから発売された人形である。2001年にタカラ、グッドスマイルカンパニーからレプリカが発売されている。1972年、アメリカのケナー社に所属していたアリソン・キャッツマンにより、デザインをされ、同社より発売された奇世界人形である。 目の動きと頭の後ろの紐大きな頭が特徴で、頭の後ろから出ている紐を引っ張ると、瞳の色が四色へと変わる他には見られないギミックが組み込まれている。本格的な可動式人形ではないが、膝にはクリックする関節があり、座ったポーズを取らせることともできる。子供が親しみやすい幼児体型を意識してデザインされたが、大きな人気を獲得するには至らず。 ドレスセットやウィッグなども合わせて発売されたものの数年で生産は終了された。ただ当時のケナー社では5年を超えて継続される商品は稀でブライスの販売が特に短期で終了されたというわけでもない。しかしこの後ブライスが店頭から消えやがて忘れ去られたのは事実であろう。時を経て2000年写真家のジーナガランによるブライスの写真集が 出版されて話題となり、これに目をつけたパルコのキャンペーンビジュアルにブライスが使用されたことから日本での人気に火がついた。そして2001年からクロスワールドコネクションズのプロデュースのもと株式会社タカラがレプリカのネオブライスを販売された。その後も次々と新しいモデルが発売されブライスの人気が定着していった。 日本のみならず各国で注目され、米国のアシュトンドレークからも、ネオブライスとは違う復刻版が販売された。ファッションドールという位置づけから、ファッションブランドやアーティストとのコラボレーションも多く、定価も1万前後に設定され、主に大人向けの商品として販売されている。この他に、小さなサイズで、価格設定が低いプチブライスや、 ペアまでプラスチックで作られた食玩のブライスベルも販売されている。宝ーから専用のドレスやシューズのセットなどが販売されているが、ボディは基本的にリカちゃんとほぼ同じサイズであるため、リカちゃん用に販売されるドレスも一部流用できる。本体の加工が比較的容易なこともあり、手作り愛好からによるカスタマイズや自作服の紹介、販売サイトが存在し、 ヤフーオークションでの売買も盛んである。また昨今では母親の年代に受け入れられていることもあり、親子で愛好している、低年齢のファンも増えている。この人形が復刻されて以降、プーリップやブラッツのように1、6サイズでありながら、体に対して頭の大きいドールが発売されるようになった。また2005年頃にバービーのヘッドサイズが数ミリ大きくなったのは、 ブライスの影響と言われている。ケナーシャオリジナルのブライス、または70年代に制作されたブライスは、ヴィンテージブライス、宝のブライスは、ネオブライスと呼ばれている。アシュトン・ドレークのブライスは公式の復刻版となるが、ケナーシャオリジナルと比較すると、ディテールに相当の差異がある。アシュトン・ブライスや復刻ブライス等と呼ばれる。海外向け日本では、 2001年6月にハズブロの許諾を受け、クロスワールドコネクションズプロデュースのもと、タカラから発売。ハズブロとタカラトミーとのライセンス契約満了に伴い、2021年7月に製造、発売元がタカラトミーからグッドスマイルカンパニーへ移管された。グッドスマイルカンパニーへの移管に伴い、フェイスタイプボディは新規金型を使用するほか 対象年齢も15歳以上へ引き上げられた。アフターサービスに関しては、タカラトミーが発売した製品はタカラトミーで、グッドスマイルカンパニーが発売した製品は、グッドスマイルカンパニーでそれぞれ行う。ネオブライスは、クロスワールドコネクションズとタカラトミー、グッドスマイルカンパニーによる、日本オリジナルの復刻、ブライスの総称である。時代によって、顔型や、 アイギミック、ボディなどに違いがあり、それぞれのタイプの名が以下の用付けられている。これはアウトフィットや髪色、メイクなどのそれぞれのモデルのキャラクターの違いではなく、本体の仕様の違いである。など、ありがとうございます。